はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！めっちゃでかいの作ったね。2マスずつのさ、目の前にナイトルがいるぞ。ダイさん、パンダ分かっているが、ここは攻めれず。クジャさんが上におるでも。いいとこ走るね。うぇー強っ。えへー。さあ、ルベドさんを一気にワンマガジン、フグパンダが倒していく。ペポも下でしんどそうでしょ。ここは突っ込むぞ。これえぐさあ、ここはペコが襲われてしまった。フーフーパンダ、さあ簡単にリフレッシュをしてみせる。目の前いたね。さあ、アーマードウォールがフーフーパンダないので落ちることができない。さあ、これは戻りアンチしっかり作ってきてね。さあ、ワンポップ。さあ、ここは50-50。横からさて、敵が来て、ここはかっきりられていく。やばい。さあ、ミコトやケンも気づかれて、シンガンでゴリゴリ無双しますね、この人。さあ、降りて、さあ、目の前、チョコラブを倒して、さあ、物資が少し増えたが、さあ、一度アンチが出て、さあ、魚が落ちてる、目の前。さあ、ウマシンガン、めっちゃゴリ押されるぞ。さあ、どうにか果物食べたいが、白ダメがバレている。さあ、ジャンプパッドもまだ一応ある。さあ、ノアレイリーです。これ多分クローザーさん。クローザーさんか。さあ、上にはさあ、ゲームイズフレーダーさんとハルキオさんがいる。さあ、しかし HP お互いないね。さあ、ハルキオさんか、一時交換だ。どっちも落としてるね。さあ、 1v1 です。さあ、フレーダーさん VS マシロンです。さあ、こっちは着スプがあるので回復しに行けばワンチャンあるが、もうこれさあ、一度アンチが出ます。さあ、でもこれ追ってきそうだね。さあ、後ろからサブマシンガンだが耐えている。さあ、自分たちの建築の中に入って、ただ来てね。やばい。 うわー、箱詰める判断できんだ。クレーダーさんが走ってやりに来た。さあ、現在99ポイント。強い、まあ強いけどなんだよ。さあ、後ろからあんま使われてない。これ山アンチだね。山の上に登らないといけないアンチ。うえ、強い。さあ、ここはザゴーと HLOSTK を倒していく。さあ、資材もある程度増えた。さあ、クジャさん、よく今の死なんかったね。耐えたね。さあ、今のゲームご利用されたら一瞬で死ぬからね。さあ、後ろの敵をさあ勝っていきたいが、さあ、サブマシンガンがない。さあ、ここは引っ張ってミリモントップを落としていく。さあ、なんかサブマシンガンとかに変えていきたいところ。戻りアンチか、これ。おい、後ろから横から強すぎだろ。さあ、ナイトル全部出せ。さあ、下からの圧。さあ、生き残っている。ナエさん最強じゃん。すごっ。いや、マジか。なんで生き残ってるのこれ。クジャクも生き残ってるんだけど、なんかなんで。さあ、今完全にワンボックス込まれたように見えたが、生き残ってます2人とも。しかも資材が鬼のように増えとる。さあ、残り5パーティー。さあ、ローグラは1人2人ちらほら見えるが、パーティーではなさそう。さあ、ナエトルたちが今一番チャンスあるね。さあ、残り6パーティー、4パーティー6人なので、2でもうほとんど1パーティーですね、これ。さあ、ナエトルたちが残ってる。さあ、1人残ってる。マイポリがいる。さあ、ナイトル、ここは回復していきます。資材もまだあるので1、2かな。そうね。さあ、後ろから来る前、ポリは潰されて、さあ、ここはサブマシンガンに変えていく。さあ、もういい武器変わった。あ、いいね。さあ、2v2 ならこっちの方が強そうだね。これ、ナエさんにかかってるな、ナエさんの HP。てか、一瞬で武器変えすぎじゃね。ね。だいぶ早かったぞ、今。もう早く変えたそうだった。ね、さあ、降りてきた、2v2。さあ、強化されたストライカーショットガン。さあ、これでどこまでやれるか。さあ、資材をクジャクに渡して、さあ、一発クジャクが当てられた。さあ、上からの
熱い。さあプレイエグいな。いやこれしんどそうだね。さあ右っぽを飲む。クジャさんが言ってる。さあクジャクが上に行ってやりに行ってる。うわ欲しい。いやでもこれさワンチャンあるぞ。 2v1 ハープンガンで。いやこれしんどそうだ。さすがに一人落ちてきた。一発当てて。あるんか。うわっ、逆にじゃあ当てて。あ惜しい。こいつうますぎだろ。天才すぎる。さあもう急にエンドゾーンみたいな。うわうまい。うますぎる、うん、うま。さあしかもしっかりケアしてる。うまこいつ。なんで今の判断早いよなこいつマジで。イカ判断早っ。いやマジどんだけキルポ稼げるかによるなこれ。いやうまい。そこでんのうますぎる。うわレイナーが行きたったな。ワイルドホークの方がこれはしんどいな。70ポイントでフィニッシュ。さあ上はマイポリたちがいて、アルベド、レイニー、その下にチョコラブが一人生き残っているという感じ。さあこれアルベドたちジャンパで飛んで、さあ先端に向かっていく。うわっ、コンバットさんが死んだ。にされてる。これが強い。さあ一気に削られてお互い。さあもう時間がもったいないので、ここは着服でフル回復目指していきます。えらい。そうでもこれはもう1位取らなくていいから順位取るための。さあエロで STK 倒して。さあ目の前にもいるぞ。さあ後ろ開けて、さあお互い1キルだけ取ってしっかりと引いていく。資材もリフレッシュできた。レイニーが後ろで戦っているぞ。ここのキルは美味しいね。さあレイニーまだキルを狙っている。1キルするたんびにさあクオリファイが一歩ずつ近くなっていきます。さあレイニーたち下に降りて倒しに来たねこれ。さあここはマイポリーコンバットサムマシンガンの強みをさあ生かしている。さあアルベドさんがさあローにしたところ、マイポリが取っていく。さあアルベドさんこれ2位狙えるよ。あ違う、味方がやられたのか。さあレイニーがやられてアイテムを落としているが、これは一度アンチ外で回復する。回復していく。さあヘイトを外してから、うわっ、さあ回復しないと間に合わない。20、15。ええそれ勝つ What? うわー惜しい。170出したって今。さあしかし回復も全部なかなかにあるよ。キャベツも4つあるね。こいつらローグラうまいからキル結構取れんじゃない。どうで。さあ目の前ドラゴンを倒して、さあ武器をゲット、資材もゲット。さあ資材増えました。さあキル数をどんどん加算していきます。めっちゃターン上げるの早かった。さあ目の前壊して、うわーうまー、しっかりと見えているルナ。ここでまた1キル、合計5キル。これクオリファイいけるんじゃない。30取れるか。ビクロイやね。150いったら多分そう、ね、あれだと思うけど、150付近でそれが借りたいね。さあ倒して。これはキルは取れていない。いや1キルでも多く取りたいよこれ。さあルナペコこれは行くのか。さあここはワンボックス行ったら逆にカウンターをもらってしまったルナ。さあしかしペコがポイント欲しくて行ってるな、ね、うわいやいいダメージだけど死なない。今見えんかったな、もう一人のローのやつ、ね、さあここはギリギリ倒せなかった。機体ゼロ。さあビッグロイしてもあれだ、キルポを取らないといけない。さあここでルナが落ちてしまう。さあアンチガル敵を落として、ここはやられていく。さあみんなが大好きアストロノーツが生き残っている。アストロノーツさん来た。さあデカポ4つ、ミニポ6個だけどサブマの弾がない。さあしかし持っているのは、さあ緑ストライカーショットガン。さあここはもう、さあ決めに行ったアストロノーツ。さあ味方のウノスケもさあしっかり倒しにいっている。さあここは外してしまうが、サマシンガンが火を吹いている。さあマイポリの HP がマジで少ないが、さあチャグスプで一気に回復していくマイポリたち。しかし宇之助たちも効果回復していく。アストロノーツ大ダメージ。さあ1人落として、残り 2v1。 さあ上からサブマシンが一気に撃たれて、さあ残り 1v1。 さあ宇之助 VS 誰だろう、分かんないけど。さあ HP は宇之助がマックスでもあるな。さあ資材をもらって、いやでも武器がな、こういう時やっぱストライカーの方が良さげなんだよね。うわうますぎ。なんでそれ当てれる。
そんな当たることあるぐらい。3違いでいったが、うわ、えっ、うわ、えっ、どっちどっち、待って待って待って、えっ、うわー、ガチで熱い、熱い、今のめっちゃいい勝負ですね。うわ、チャグスプサだったな今。ポイントを見ていきましょうか。一体誰がグランドファイナルに到達したのか。それではルナたち行っててくれ。せーの、ポチ。おー、うわー、ルナペポー生き残っていれば。お前らいつもそれじゃねえか。7位、さあ1位マイポリたち、おめでとうございます。クリファイおめでとう。さあナイトルもクオリファイ、アルビドさんたちもクオリファイ、マシロンさんクオリファイ、シャモキーのチームもクオリファイ。じゃあお疲れ様でした。最後はコメント欄またなで埋めてください。ではまた次回の FNCS でお会いしましょう。またな。